皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。魅力だけ低いです。頑張ります。あ、はい。あ、タツコさん、どうしたの？今日誕生日だろ。うん。おめでとう。ありがとう。もしかしてプレゼント？ああ。いいの？ありがとう。わあ、嬉しい。プレゼントを何くれたのかな？爪磨きセットだ。うわー、素敵。タツコさんらしい。これを使ったら私もおしゃれになれるかな。なれるよ。はーい。はーい。ごめん、急に来て。佐伯くん、どうしたの？あれ、佐伯くん、どうしたの？どうってこともないけど、言いそびれたから。ほら、あれを。何？あれ？誕生日おめでとう。ありがとう、覚えててくれたんだ。あ、覚えていてくれたんだ。あ、ああ、まあな。それでこれプレゼント。いいの？ありがとう。あ、ありがとう。うん、よかった、今日中に言えて。じゃあ、また。うん、またね、今日はありがとう。プレゼント何くれたのかな？カピバラのぬいぐるみ。うわ、かわいい。カピバラ？なんでカピバラなんだろう。佐伯くんって謎だな。待ちに待った修学旅行、楽しみだな。あ、はい。あ、佐伯くん、どうしたの？今日の自由行動さ、なんか予定決まってる？え、あー、タツコさんと回ろうと思ってる。うん、まだ決めてないよ。じゃあさ、道案内しろ。つーか、して。実は何にも調べてなくて。そっか。でもそう言ってくれるのは嬉しいけど。冷たいやつだな。ごめん。しょうがない、よそ当たってみる。うん、せっかく誘ってくれたのに悪いことしちゃったかな。今日の自由行動どうしよう。一人で行くのも味気ないし、誰かに声かけてみようかな。そうだな、柴くんにしよう。柴くん。あ、柴くんだ。柴くん。はい。なんだ？自由行動一緒に回らない？いや、難しかったらいいよ。ねえ、今日の自由行動一緒に行かない？誰かと回る気分じゃない。そっか、そっか。うん、わかった。突然ごめんね。うん、残念。はい。ああ、タツコさん、あんたのこと待ってたんだ。え、私のことを？え？自由行動一緒に行かないかい？行く。うん、行く行く。ごめん、そんなこと言うわけないじゃん。うん、行く行く。じゃあ行こうか。うん、うん。わあ、見て、金閣寺だよ。ああ、こんな場所に制服で来なきゃいけない自分を呪うね。そんなに？え、制服じゃダメなの？どうせ京都を巡るなら粋な着物でも着こなしたいじゃないか。確かに、達子さんの着物姿絶対似合うだろうな。黒とか似合いそう。あと着せるも持ってほしいな。こんな場所に制服なんて、いかにも修学旅行って感じで恥ずかしいよ。だって修学旅行だし。達子さんって
和服姿が似合いそうだよね。そうか？うん。うん、きっとかっこいいと思う。和服の似合う小股の切れ上がったいい女か。私の理想だね。見てみたいな。達子さんならいつかそんな風になりそうだね。あ、ここに来るんだ。この神社って縁結びに御利益があるんだって。へえ。あんたお参りしてくれば？達子さんは？達子さんはしなくていいの？恋愛を神様に手伝ってもらっても嬉しくねえよ。そう？恋ってのは自分で掴み取らなきゃね。かっこいい。達子さん、好きな人いるの？いきなりなんだよ。そんな話してねえだろ。照れてる達子さんって意外と可愛いかも。そうだね。今日は楽しかったよ。私も楽しかった。うん、私も楽しかった。じゃあ明後日も一緒に回るか？回る。うん、そうしようよ。じゃあ明後日の朝ここで待ってるから。うん、うん、楽しみにしとくね。なんか男子のお部屋にぎやかだな。ああ、はい。達子さんどうしたの？男子が騒いでてうるさいからさ、怒鳴りつけに行くんだよ。やめなよ。旅行くらいで騒ぐなんて子供っぽいよな。あんたも一緒に行くか？心配だから行く。うん、私も行く。ああ、あんたからも一発ビシッと文句言ってやんな。さ、行こうか。うん。芝くん。はい。来たのか。うん。佐伯くん。はい。来たのか。うん。ねえ、みんなで何してるの？知らない方がいい。早く自分の部屋に戻れ。どうして？今からこの部屋ちょっとヤバいんだ。今からっていうよりもうヤバいけどね。うわ、行った。うわ、よし佐伯くん頑張ろうね。掴めない。掴めないよ。ちょっと、よし、もうとにかく投げる。噛めなくていいや。もうとにかく投げる。逃げられるものなら逃げてみな。怖っ。タイマン奥義、羽学の裏に来な。怖っ。逃げなきゃ。え、掴めない。あ、なんか炎ついちゃった。ちょっと来れないよ。あ、また逃げられるものなら逃げてみな。タイマン奥義、羽学の裏に来な。逃げます。一時下に逃げます。投げろ、投げちゃい。屈折した心が生み出した闇の眷属。中二だな。いでよ、大海中枕のギネス。見えないよ、大事なところが。大事なとこ見えないよ。あ、痛いなあ。投げる。芝くん全然溜めてないじゃん。あー、てかせっかく溜めてた。せっかくというか、また逃げられるものなら逃げてみな。タイマン奥義、羽学の裏に来な。逃げます。今ちょっとこっち危ないよ。あー、もうそこに全部溜まっちゃった。痛いなー。ちょっと掴めないよ。あー、ちょっと音楽早まんのやめて。ちょっとなんで自分のところに投げるかな。痛いなー。
あ、芝くんが溜まっちゃう。これ多分私のだよね。つかめない。痛い。後ろ狙うなんて反則。反則ではないと思うけど、ずるい。ちょっとちょっと、負ける負ける負ける。やら、貸したい貸したい。ちょ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 っとちょっとちょっと、隅っこ、ちょっと、必殺の技、千本ノック。ちょっとみんな出したんなら私もやりたい。ちょっとだ、頑張って頑張って頑張って。よし、帰宅部奥義。何、わかんない、なんとかパラダイス、何これ、ちょっと寝てんじゃないよ。逃げられるものなら逃げてみな、タイマン奥義。羽学の裏に来な。あの、寝てるんですけど、ちょっと何してんの。絶した心が生み出した闇の眷属、イデよ大怪獣、枕のギネス。なんで私の時こんなゆっくりじゃなかったの。ちょっと何してんの。何、ちょっと連れて行かれた、行った、カツコさんに連れて行かれた。ちょっと負けちゃう、負けちゃうよ。今のうちに、今のうちに、もうとにかく投げる、とにかく投げる。あ、負けた、悔しい。ほら、何やっとるか。やべえ、みんな隠れろ。どこに隠れよう。そうだな、押し入れに隠れる。わ、誰かいる。なんか息するのも気が引けるくらい近いよ。心臓が口から飛び出しそう。教頭先生、早く出て行って。ん？この部屋じゃないのか？違います。はあ、よかった。それよりここから早く出なきゃ。あ、達子さん。なんだ、あんたか。私はまたてっきり。てっきり何？え？てっきり？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。あ、うん。芝くんがよかったかな。達子さん、赤くなってたみたい。誰かと間違えたのかな。さてと。今日は、うん、お土産を見に行こう。達子さん遅いな。達子さんが遅刻？あ、おはよう。はい、おはよう。眠そうだね。達子さん、どうしたの？寝坊した？悪いね。私、朝は苦手なんだよ。これさ、声しゃがれてたら飲みすぎた次の日じゃん。うん、眠そうだね。大丈夫？ああ、不機嫌そうに見えるけど、気にしなくていいから。ああ。大丈夫？さあ、行こうか。うん。太陽浴びたら目も覚めるだろう。そう？うん、行こう。あ、お土産物屋さんだ。達子さん、何か買う？私は面倒だからいいよ。バイト先のみんなにとか家族にとかは？だけどせっかく来たんだからなんか見てみたら？どうせ土産なんてつまんないものばっかだろ。私はいいよ。そんなこと言わずに。ほら、この西陣織の風呂敷とかかわいいよ。風呂敷何に使うの？どう？あ、この匂い袋もかわいい。どれ？ちょっと見せてみな。うん、これだよ。ほんとだ、結構いいね。ちょっと見てみようかな。じゃあ一緒に見よう。あいつらに買っていってやるか。あいつらってバイト先のみんな？うん、じゃあ私も一回りしてくるね。あいつらって誰って聞いてよ。達子さん、ごめんね、遅くなっちゃった。
別にいいよ。私もいろいろ見てたから。そう？あれ、結局お土産買ったんだね。ああ、バイトの後輩の女の子たちにね。男子たちには？そうなんだ、きっと喜ぶね。あなたは何も買わなかったの？みんないつもよくやってくれてるからね。ほんのお礼の気持ちってとこ。そっか。みんなよく頑張る子たちでね、可愛いんだよ。そうなんだね。達子さん、年下の女の子に人気ありそうだもんね。女にモテても別に嬉しくないよ。そう？はあ、もう明日で終わりなんだね。思ったより面白かったよ。あんたのおかげかな。私の？同じこと言っちゃった。私つるむの嫌いだろ。女同士の付き合いとか面倒だしさ。そうなんだ。でもあんたといると気楽なんだよね。本当？そうなんだ。一人でうろうろしててもよかったんだけど、ま、せっかくの修学旅行だしさ。達子さん、あんたと一緒に回れていい思い出ができたよ。ありがとね。いえいえ、こちらこそありがとう。ううん、こちらこそ楽しかったよ。また一緒に遊ぼうね。羽ばたき市に到着。楽しかったな、修学旅行。さて、帰ろう。楽しかった修学旅行はこうして終了した。あ、はい。あ、佐伯くん、どうしたの？いや、働いてるかなと思って。馬車馬のように。働いてますよ。なんか引っかかるけど、まあね、頑張ってるよ。よろしい。クビにならないようにな。わかってる。多数決の結果、今年の文化祭の出し物はディスコに決定しました。はい。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。はい。よし、気合い入れて頑張ろう。今日の文化祭、私たちのクラスの出し物はディスコ。早く教室に行って開店準備しなきゃ。ガオジ先生の人気かな。お客さんがどんどん集まってくる。おい。はい。はいはい。ようこそ、ディスコヤングプリンスへ。ようこそじゃないよ。何やってんだこれ。踊ってるの。あ、佐伯くん、見に来てくれたんだ。うちのクラスはディスコだよ。ディスコって。帰ろ。俺には関係ないし。帰っちゃうの？まあまあ、せっかくだから入っていきなよ。やだ。一名様ご案内します。やだってば。そんなこと言わないの。ああ、うるさい、狭い、暑苦しい。なにその三拍子は。ああ、佐伯くん、もうお帰りですか？お帰りだよ。そうですか。つまんなかった？まあ、いいんじゃないか。若王子先生がフィーバーしてて面白かったし。そっか。そうなの？ああ。まあ、頑張ってくれ。俺は帰るけど。うん、ありがとう。やった！佐伯くんに褒められたよ。私たちのクラスのディスコは大人気だったし、楽しい文化祭だったな。今年の文化祭はこうして終了した。ふう、今日も忙しかったな。おお、夕暮れのガソリンスタンド、なんかいいね。お疲れ様。お疲れ様です。あ、店長、お疲れ様です。君よく働いてくれるから、ほんとうちの店助かってるよ。そこで相談なんだけど。はい。
もしよければ学校卒業したらうちの店に就職しないかい？考えておいてくれよ。はい。はい。ここに就職か。ちょっと考えてみようかな。あ、達子さんだ。今日は喫茶店に寄ろう。達子さん。なんだあんたか。相変わらず騒がしいね。だってやっと会えたんだもん。ねえ、お茶して帰らない？ああ、いいよ。やった。うん、それじゃあ行こう。やっぱ美人だな。ねえ、達子さん。何？趣味は何？達子さんの趣味って何？そうだな、やっぱりネイルかな。ネイルアート。やっぱり。へえ、そうなんだ。バイトやってるからなかなか自分のはできないんだけどね。そっか、今もしてないもんね。そっか。あとはピラティス。ピラティス？達子さんがピラティス？知らないんだ。そう、体の奥の筋肉を鍛えてバランスを良くするエクササイズ。そのスタイルの良さはそれか。運動不足になると体がだるくてね。それにいざって時に力が出ないし。いざって何？それはもしかしてバイトでの話だよね。いざって時？困るだろう、何かと。え、あ、うん。一体何をする気なんだろう。どんな時なんだろう。よし、テストを受けましょう。テストを受ける。初日の試験科目は語学。いいで引かも。お。2日目の試験科目は数学。うん、バッチリ。お。3日目は選択科目。うん、バッチリ。お。4日目は芸術。いいで引かも。お。5日目は技術家庭科。うん、バッチリ。お。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、おお、結構いいところまで行った。 1,2,3,4 って並ぶのすごいな。そして点数は1点刻みだし。かっちゃん、赤点取っちゃったの？うん、勉強した甲斐があったな。やるな。佐伯くん。あ、佐伯くん。やめろ、慣れ合いはなしだ。上位常連組はそう甘くないぜ。もう少し頑張ったら1位取れるよ、私。負けるもんか。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換会があるんだった。プレゼントを買いに行かなきゃ。さて、何を買おうかな。1リッチのもの。みんな大好きガラス細工の天使を買います。プレゼントはこれでバッチリ。家に帰って着替えてこよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。ドレス、エレガント、アクセサリーをこのままでいっか。よし、準備 OK。 パーティー会場に出発。今年もクリスマスがやってきました。年に一度のパーティーですから、皆さん大いに楽しんでください。はい。ただし、あまりハメを外しすぎないよ。特に若王子先生のクラス。はい。いいですね。では乾杯しましょう。はい。そこ笑うんじゃないよ。メリークリスマス。メリークリスマス。メリー
スお、メリーだね。うん、メリーだね、タツコさん。あ、メリークリスマス、タツコさん。色っぽいじゃねえか、今日のあんた。そうかな。タツコさんの方が色っぽいと思うけど。本当？ああ、似合ってるね、そのドレス。ありがとう。タツコさんもすごく似合ってるよ。このドレスにしてよかったかも。じゃあ、私行くよ。また後でね。うん、また後でね。はい。あ、佐伯くん、メリークリスマス。メリークリ。でかい声で名前呼ぶなよ。ダメ？そっか、ごめん。ドレスだ。ドレスだよ。どう？うん、どうかな。ああ、まあ、似合わないでもない。それはどっち？どっち？似合う。本当？ありがとう。じゃあ、またね。うん、またね。あんまり食べ過ぎんなよ。わかってる。佐伯くん、猫かぶってる。みんないるからしょうがないよね。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるかドキドキ。せっかくだから、もう佐伯くんの好感度を上げる必要がないので、好感度にあまり関係ない若おじ先生のプレゼントがいい。おおほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。ありがとうございます。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。頭脳飴試食券、美味しいのかな。頭脳飴、食べると頭が良くなるとか。あ、いやいや、そのプレゼント。はい。どうしたんですか、若おじ先生。そのラッピング、先生が出したものと瓜二つです。というより、まさにそれです。なんかそんな気がしましたよ。あ、若おじ先生が持ってるのは私が出したものですよ。すごい偶然ですね。それは二度びっくりです。せっかくだから開けますよ。はいはい、どうぞ。劇イケてます。マジヤバすぎ。よかったです。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。こうして2007年のクリスマスイブは終わった。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。